皆さんこんにちは、Kエンジェルです。今日は今このビデオを撮影しているのは2017年10月31日、私が住む北米ではまたハロウィーンデー、ハロウィーンデーとしてこのウィッチさんと、また去年と同じコスチュームになってしまいますが、このウィッチのドレスを今着て、ハロウィーンデーにこの11月のディバインメッセージ、11月のスピリットからのあなたへの、みんなへの、私たちのメッセージを今回も引き出してみたいと思います。もうハロウィンデー時差があるため、このビデオをアップロードしてしまうのは、もちろん日本はハロウィンデー10月31日を過ぎて11月になってしまっていると思います。そしてもちろん日本ではハロウィンを祝うというこの行事、この文化がないので、あまり関係ないかもしれませんが、私が今このビデオを撮影しているのは10月31日ハロウィンデーで、あと数時間したら子どもたちがトリックはトリート、キャンディーをくれないと、トリックするぞって言って、ドアを街中、近所中ドアをトントンとピンポンとノックして、いろいろなコスチュームを着て、現れる時間帯になってきているので、このビデオを早く終えて私もキャンディーを配りたいと思っています。今日使うこの11月のあなたへのメッセージ、スピリットからのメッセージ、このチャネリングのメッセージで、何かドアをトントンと、今本当に誰かがドアをトントンと引っかきました。でもピンポンではないので、子供ではないみたいです。トリックはトリート、本当にハロウィンです。ごめんなさい、今本当にドキッとしてしまいました。今回使うメッセージは、またドリンバーチューのオラクルカード、エンジェルカード、そして私が今手に持っているこのエンジェルドリームというカードをカードの中からディバインのメッセージを引いてみたいと思います。それではシャッフルします。11月のメッセージ、みんなへのメッセージ、そして11月だけではなく、これからもあなたにとって、私たちみんなにとってベネフィットを得られる大切なスピリットからのメッセージを、今月そしてこれから私たちに与えてください。ぴったりのメッセージを与えてください。私たちが豊かに暮らしていけるように、大切な私たちの平和、幸福、アバンダンスなこれからの人生のためにヒントとなるようなメッセージ、ヒーリングとなるようなメッセージ、私たちのブロックを取り除いて、私たちに必要な癒しをもたらしてくれるキーとなるメッセージを、ディバイン、どうかディバインの領域、スピリットがこのカードのメッセージ、カードのメッセージに添えて私たちに届けてくれるように今お願いしています。祈りを捧げています。カードが大きくていつもシャッフルするのが大変です。よし、アメジスト、アメシスト、サイキックアビリティ、ビヘイビアパターンズ、このカード、美しいアメジスト、この私もアメジスト色のドレス、ウィッチもたくさんアメジスト色のドレス、レースの下にこの美しいバイオレット色、アメジスト、今回もブックレットは一切見ません。
スピリットガイドたちが、あなたがきっと今サイキックアビリティ、霊的能力をずっとずっと深めたいのに、なかなか私だけサイキック能力を深めることができない、目覚めさせることができないとイライラしている方、自分自身を疑ってしまっている方が、このきっとビデオを聞いてくださっていると思います。スピリットたちは伝えています。あなたのサイキック能力がなかなか サイキック能力を目覚めさせることができないと感じている場合、あなたは自分自身を疑ってしまっていませんか？自分自身を疑ってしまい、そして人とあなたを比べてしまっている。自分自身がずっと本来生まれ持ってきたたくさんの祝福、ギフト、タレント、特技などをあなたは全くそれを自分自身で認めようとしてきませんでした。そして今回この今の人生、あなたが選んだ人生、あなたが選んだこのシナリオの中で、あなたがフルに使っていくべきである能力をそのまま無視して、他の人がその人たちが選んだ人生の中で選んだそのシナリオで使っているその技能を自分が使うことができていない、自分が持っていないと人と比べてしまって、自分自身を非難してきてしまっていませんか？スピリットたちはあなたに伝えています。人と比べることをこれからやめて、そして自分自身の内側にまだ開花されていない、たくさん秘められた、託されているあなたのギフトをこれから用いていかなければいけません。そして今のこの私たちのこれからのどん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 スピードを増して変化していく、このエネルギーが変化していく中で、あなたのそのスピリット、サイキックアビリティ、あなたの霊的な能力、特技、あなたが自ら自分で選んで、この今の人生で使っていこう、使用していこう、人々に貢献していこう、この特技、この技能、このギフトを用いて、この世界に、人類に、社会に貢献していこうと、あなたが自ら決めた、その能力を、これからこのエナジーが、新しいこのスピードが早まってきている、強いパワフルなエネルギーが助けてくれる、その能力を引き出すことを助けてこれからも助けてくれるので、自分自身をもっと信頼してくださいとスピリットワールドは伝えています。外側のメッセージ、いろいろなチャネリングメッセージや、外側の人々が話していること、人々の方法、スピリチュアルないろいろなそのメソッドなどを一旦今まで聞いてきて、今まで学ぼうとしてきて、今までそれをアプライしようとしてきたかもしれませんが、一旦その本を閉じて、一旦その、メソッドの方法をフォローするのをやめてもいいので、自分自身の中に、あなたの中に入っていってくださいと、あなたのスピリットガイドは伝えていると思います。伝えてくれています。このビデオを聞いてくださっている方、あなたの能力は今もうすぐそこまで、あなたがはっきりと信頼できるようになるくらいのレベルで開花されるのを今すぐそこまで待っています。本当にちょっとドアを開いたら、あなたのギフトがバーッと溢れるようにあなたの人生の中に入ってこようとしているのです。そのためには自分の中に入っていかなければいけません。テレビを消して、ラジオを消して、インターネットをオフにして、携帯電話を置いて、静かにあなたの中に入っていってください。あなたの内側に、あなたの内に、
マスターが本当にいます。あなたのうちにすべての答えが用意されているのです。あなたがずっとあったらいいなと思ってきたサイキック能力、霊的能力はちゃんとあなたの内側に秘められているのです。ライセンスも必要ありません。コーチ、教師も本当は必要ありません。お金を、高いお金を払う必要もありません。セミナーやワークショップに何千ドル、何十万と払う必要もありません。あなたが本気であるのであれば、そしてそのあなたの能力をあなた自身のために、そしてあなたの周りにいるあなたの愛する者たち、コミュニティ、この社会、この地球全体、マザーアースのため、人類のために役立つものに使いたいとあなたが心から慈悲の心を持って本当に願っているのなら、あなたが自分で今まで想像してきた以上の能力を、霊的なるその技能をあなたは開花することがこれからできるでしょう。一番大切なことは自分自身を信じなければいけません。そして内側に入っていかなければいけません。どのように内側に入っていくことができるのでしょうか。どのようにしたら本当の自分自身、ハイヤーセルフにアクセスすることができるのでしょうか。いろいろな方法がまた教えられていると思います。でも、ね、インターネットや携帯電話、このメディアを使う必要はありません。むしろ使うことは避けた方がいいとスピリットワールドは伝えています。静かに目を閉じてアクションを一旦とやめ、行動を取ることを一旦やめ、静止する、静止してください。メディテーション、瞑想をすることがとっても大切なようです。瞑想をこれからしていくことをあなたの日課としてください。一番大切なあなたの毎日の行事としてください。15分、20分メディテーションです。メディテーション、あなたの呼吸だけに意識を傾ける、あなたの内なるガイダンスにだけ耳を傾ける、ハートに意識を集中する、焦点を当てる、ハートに意識を向け、そして何があなたの額に浮かぶでしょうか。どんな映像が浮かんでくるでしょうか。あなたの脳裏で、あなたの頭の中で声が聞こえませんか。あなた自身の声のように聞こえるかもしれません。もしくは誰か全く違った、あなたが女性であれば男性の声に聞こえるかもしれません。あなたが男性であれば女性の声に聞こえるかもしれません。でもその声は外側から来るのではなく、あなたの内側、額のあたり、耳の少し上のあたりに、あなたの内側から頭の中で響いているような声に聞こえてくるかもしれません。声が聞こえませんか。映像が見えませんか。ハートに意識を向け、そしてそれと同時に額のあたりで何か動くものが見えませんか。何かカラーが見えませんか。そして自分自身の声、もしくは誰かの声が頭の中でささやくように聞こえてきませんか。じっくりとそれを、静かな場所で、一人っきりになれる場所で、部屋で、薄暗い部屋、夜であれば電気を消して、早朝であればまだ暗い時、太陽が昇る寸前のあたりに、まだ薄暗い部屋で、この日課、静かに自分の内側に入っていくという日課を毎日持つようにしてくださいとスピリットガイドたちは教えてくれています。サイキック能力、霊的能力、あなたの本当の自分自身のパワーを引き出すために、あなたがぴったりとハイヤーセルフとつながるためには、あなたの今までの生活のパターンを変えていかなければいけないと言っています。
自分自身で何かを変えていかなければ、新しい扉にもうあなたは入って、新しい扉から出たところなのです。このメッセージを前回にお伝えしたと思いますが、でもそこからまた新たな道をしっかりと見極めて歩んでいくためには、そこにどんなものが、どんな世界が繰り広げられているかをしっかりと確認するためには、スピリチュアルな愛で、スピリチュアルな意識で、新しい意識で確認するためには、あなたが今までのこの古い 3D の世界であなたが作ってきた生活のパターンを壊していかなければいけない、何かを変えていかなければいけないと伝えてくれています。小さなことでもいいのです。一つ変えてください。今まであなたがなかなかメディテーションすることができなかった、忙しいという言い訳で、静かに20分、毎朝、何もインターネットを消し、携帯電話を隣の部屋に置いて、テレビを消して、音楽を消して、静かに自分の世界に入ることがなかなかできなかったのであれば、それだけでもいいから、それだけでも生活パターンの改善、変化につながるので、これを実践してみるようにしてください。また食生活も変えてみることもいいかもしれません。今までお肉、ファーストフードばかりを食べてきた、甘いものばかりを食べてきたという方、甘いものを控える、ファーストフードを控える、お肉を控えてみる、どんなことでもいいからスピリチュアルなプラクティスとして、実践として自分のスピリチュアリティを高める、修行として、一つ、二つ、三つ、どんなことでもいいから、紙に書き出して、あなたがこれを変えてみよう、これを変えてみた方がいいと直感で感じられることを、これから実践してみていってください。でも、一番大切なのは、携帯電話を置いて、ラジオを消して、テレビを消して、インターネットをオフにして、自分の世界に入っていく習慣を毎日作るということが、とっても大切なことのようです。スピリットガイドたちは伝えてくれています。そうすることによってあなたのこの感覚、第六感感覚、霊的な感覚がどんどん研ぎ澄まされていって、ビジョンが見えるようになってくるでしょう。声が頭の中で聞こえるようになってくるでしょう。なってくるかもしれません。クレアオーディエンスのギフトを強く持ってきて生まれてきた方は、そのクレアオーディエンスの能力が開かれるかもしれません。開かれる可能性がこれからとっても、大きくなっていくと思います。でも、黙っていてはいけません。努力しなければ、自分自身で、そのスピリチュアルなアクションを、デディケーションをしていくということを自分自身で決めてください。毎日のメディテーションがとても大切です。そして自分が今まで自分自身を信頼できなかった人と比べてしまっていた。どうしてあの人たちはできるのに、どうしてあの人たちはこういう人生を送っているのに、成功しているのに、私はダメなのか。私は成功することができないのか。私はスピリチュアルな能力をガーディアンエンジェルの声も、ハイヤーセルフの存在も感じたことがない、感じることができない、何も見えない、何も聞こえない、何も感じられない。どうしてかと自分自身を嘆き悲しむことをもうやめなければいけません。自分自身を信頼することができないから、人と比べてしまっているから、劣等感を持ってしまっているから、だからこそあなたは自ら自分の能力をそのまま閉ざしてしまっているのです。小さな声、小さなひらめき、何か動く小さなビジョン、直感、それを信じていくようにしてください。夢に見たことを書き出すようにしてください。生活パターンを何か小さなことでもいいから変えてみてください。食生活でもいい、睡眠時間、このパターンでもいい。もう少し早く寝るようにして、もう少し朝早く起きてみよう。メディテーションするためにもう少しだけ20分だけ目覚まし時計を早くセットして起きるようにしてみよう。今までコーヒーやソーダばかり飲んでいたけれども、これからはそのコーヒーやソーダを飲むのをお水に変えてみよう。ヘルシーな
オーガニックのお茶に変えてみよう。どんなことでもいいです。テレビを見ていた、毎日見ていた、ビデオゲームを毎日していた、その時間を減らして、ビデオゲームをする時間を1週間に2時間だけにする。テレビを見る時間を毎日1時間だけにカットする。どんなことでもいいから、初めは辛く感じられても、それを実践していくようにしてください。そしてスピリットと、あなたのハイヤーセルフと、あなたのガーディアンエンジェルにと約束をしてください。私はこの生活パターン、行動パターン、また今まで行ってきたこの私の習慣を ここで変えます、変えていきます。ですから私のこの霊的能力を、サイキック能力をもっと深めてください。もっと深めることを手伝ってください。私はこれをあなたにで捧げます。これをサクリファイスしますから、あなたも手伝ってください。ハイヤーセルフもどうか手伝ってくださいと、お願いしてください。そして毎日自分の中に入っていく、静かに自分のハートにつながるように、ハートに意識を向けて、額のあたりで何か映像がないか、色がないか、何か香りがしないか、頭の中で声が聞こえてこないかを毎日毎日少しずつ、朝早く、そして寝る前に薄暗い部屋で、暗い部屋の中で、音のない世界で行ってみてください。そしてどんな小さなことでもいいから、見た夢、感じたこと、ひらめいたことを日記に書いていってみてください。新しい発見があることにびっくりするかもしれません。そして次第に、徐々に、日々少しずつ、または急激に、急速に、あなたのサイキック能力、あなたが本来持ってきたその能力を開花させていくことができることに、あなたはきっと驚くかもしれません。今のこの地球上に流れているエネルギー、新しいアセンションエナジー、アセンションのこのアセンションへ進んでいく人類、そして地球、この真っ只中で、確実にあなたの能力はどんどん研ぎ澄まされていっています。そして目覚めたい、目覚めさせたいと、あなたのハイヤーセルフも一緒に目覚めさせましょう。一緒にしっかりと統合して、これからはハイヤーセルフの一番最もパワフルな本物のあなたとして、このアセンションを見届けてくださいと、ハイヤーセルフはあなたの手を取ってくれています。一緒に歩もうと、隣にぴったりとガーディアンエンジェルたち、ガイドスピリットたちはあなたの両隣にぴったりと佇んでくれています。手を握ってくれています。あなたが それに意識を向け、そして感謝し、そしてガイドたち、ハイヤーセルフ、スピリットたちが私をバックアップしてくれている、支えてくれている、だから私もこれをギブアップして、この生活パターンを変えて、この生活態度を改めてデディケーションします。20分毎日デディケーションします。これだけは変えていきますと決心してください。その決心は決して後悔には終わらないでしょう。その決心をしたこと、そのデディケーションをあなたがしっかりと決めたことに対して、あなたは自分自身に感謝する日が来るでしょう。自分自身を信じてください。教科書を閉じ、インターネットを消し、携帯電話を置いて、あなたはこれからもう一番パワフルな、最もあなたにとって、あなたの人生を豊かにする、あなたの人生を輝くもの、幸福なものにしてくれる教師、ガイドはあなたの中にずっと待っていたのだ。あなたがそのガイドに気がついて、ガイドに、あなたのその内側に、内なるガイドに頭を下げて、一緒に歩んでくださいとあなたがお願いするのを待っていたのだということに気がついてください。今月このアメジストクリスタルをあなたがもし持っていたら、ペンダントでもいいです。小さなポイントでも、ワンドでも、クラスターでも、どんなものでもいいです。ボールでもいいです。アメジストを持っていたら、ぜひメディテーションの時、そのアメジストを身につけたり、手に持ったりすることも、
霊的能力を深めていく方法です。とても強いパワフルなツール、スピリチュアルツールとなってくれます。夜眠る前にアメジストのクリスタルをベッドサイドに置いて、枕の下に置いて、そして大切な夢を見させてください。そして必要なヒーリングを寝ている時に私に与えてくださいと、アメジストのクリスタルをプログラミングすることも素晴らしいことだとスピリットは伝えてくれています。メッセージ、この今月のメッセージ、アメジストは本当にサイキックアビリティを引き出してくれるクリスタル。そしてサイキックアビリティは内側から、外側からではなく内側から来るということをあなた自身が気がつかなければいけません。あなた自身がスピリチュアルガイドであり、あなた自身があなたの教師でありマスターであるということをあなたは確信して、あなた自身にこれから頼っていくことを決めてください。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。ナマステ。